マサヒロは、大阪市天皇寺動物園で飼育されていた、鶏である。食用として搬入されたにもかかわらず様々な経緯で、生き延びたことから、奇跡の鶏、幸運の鶏などとも呼ばれ、人気となっている。当記事では、弟分とされる、ヨシトについても記述する。マサヒロは、生き栄養のひなとして2015年7月21日、同園に搬入された。当初は、 アライグマ用の遺形として提供される予定だったが、搬入直後に、マガモのヒナが孵化した際、マガモのヒナは、飼育時に餌を食べないが、鶏のヒナと同質させると見真似で餌を食べるという、動物的特性から、鶏のヒナが必要となり、マサヒロが選ばれ一時的に難を逃れた。その後も通常であれば、ヒナの成長と共に適した生物の餌として、供されるが偶然が重なり生き延びた。 餌として搬入されたにもかかわらず、生き延びたことで、奇跡の鶏などと呼ばれ、人気となったことから飼育されることが決まり、この際担当の飼育員である長谷川真尾と河合義弘の2名の名前から2文字ずつ、鳥命名された。2016年現在、弟分、吉戸が生まれ飼育されていることが、同園スタッフブログに掲載されている。同園の、鳥の楽園で飼育され、 園内を散歩するのが日課と報じられている。この個体も、正広と同様に、常期飼育員の名前からの命名である。2015年12月24日、テレビ大阪の報道番組、ニュースリアルない、天皇寺動物で復活。昭和の動物が、スターに、で、初めて地上波テレビ放送で取り上げられられた。また、この放送に再始動日の日本経済新聞に、 掲載された同番組の全面広告において、正さの写真が紙面に掲載された。2016年9月19日、大阪府警察の1日高速隊長を歴任した際は、鶏としては異例と報道されるなど、活動は園外にも及んでいる。2021年6月19日、天皇寺動物園内の動物病院にて容体が急変し、 死亡が確認される。故障について、同園では、まさひろと表記されているが、媒体によってカタカナ表記などの表記揺れが見受けられる。ありがとうございます。